18年前台湾の高校3年生の時にアルバイト先で清原さん演じる亜美に出会って、その18年後亜美から届いた絵はがきを見つけて日本を旅をすることになる青年ジミーを演じられましたシュグァンハンさん、まずはお願いいたします。皆さんこんにちは、ごはんです。おいしいご飯食べましたか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます、よろしくお願いします。さあ、そしてシュガハンさんとダブル主演を務められまして、18年前日本を立ち台湾を訪れて、ひと夏を台湾で過ごすことになったバックパッカーのアミを演じられております清原果耶さんです、お願いします。アミ役を演じました清原果耶です。今日は来てくださってありがとうございます。もうすぐこの映画が公開されるということで、今日は皆さんに映画のお話を楽しくできたらいいなと思っています。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。最後に藤井道人監督です、お願いします。はい、脚本監督の藤井道人です。海を越えて最高の仲間たちと忘れられない作品ができました。たくさんの人に見ていただきたくて、本当に5月の日本の公開を楽しみにしています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。改めて皆さんよろしくお願いします。では、スタッフが椅子をお持ちしますので、一歩ちょっと前に出ていただいてお待ちいただけますか。本日通訳はサミュエル・シューさんにお願いしております、よろしくお願いいたします。ではおかけいただいてお話を伺っていこうと思います。ここからのフラッシュ撮影は一旦お休みいただくようにお願い申し上げます。では早速伺いたいと思いますけれども、まずはガハンさん、ようこそ日本にお越しくださいました。ありがとうございます。昨年の3月の撮影で1ヶ月近く日本に滞在されていたかと思うんですけれども、日本での公開が近くなったこのタイミングで来日されるこのお気持ちをぜひ教えてください。楽しいね。觉得非常的兴奋跟开心。然后因为之前在台北上映的时候他们也有来宣传，然后这次很荣幸也可以带着作品来到日本，然后感觉很像真的在旅行的感觉一样，他们就像伙伴这样子的存在。もう大変興奮しておりまして、そして非常に嬉しいと思っております。実はこの映画が台湾で先に公開されておりますけれども、その時監督皆さんも台湾にいらっしゃいまして、で今回私が逆にこの作品を携えて日本にやってきたわけなんですけれども、本当にお互い旅をしているような感じがしますね。本当に楽しかったです、ありがとうございます。後ほどちょっとその台湾での公開時のお話も伺いたいと思いますが、ところでガハンさんはとても日本がお好きだと伺っておりますけれども、どういったところが特に気に入ってらっしゃるんでしょうか。就喜欢可能走在日本街道上面的感觉吧。然后日本有非常多好吃的东西，所以我很喜欢吃好吃的东西，所以まあ、そうですね、日本の街をブラブラするのが特に好きなんですし、そして何より大好きなのは日本の食べ物ですね。美味しいものたくさんありますよね、大好きです。本作にもね、スラムダンクのロケ地が出て、ロケ地というか舞台になった場所が出てきたりしますもんね。文化も好きだということで。对，然后我觉得这次很幸运，因为可以借由演员的身份来这边拍摄，然后去到可能平常我真的不太知道的地方，像这次的旅行有经过松本，还有直见，那我觉得这两个地方都让我印象非常非常的深刻。我很喜欢松本那个地方的一个清新跟宁静感，然后直见的话，我觉得它的自然环境真的非常非常的壮观以及美丽，就在那边拍摄的时候，每一次一回头都会觉得哇，都会心里都会赞叹一下，就觉得可以这样子合作真的是太幸福了。まあそうですね、今回は非常にラッキーなことなんですけれども、役者の身分として日本に撮影に来たわけなんですよね。
そうするといろんな知らないところに行くこともできたわけなんです。例えば今回撮影のために、長野県の松本市、そして福島の只見町、そういったところにも行ったんですけれども、この2カ所はですね、とにかく印象深くて大好きなところなんです。例えば松本なんですけれども、その環境は非常に静かで、なんか水がきれいでですね、清らかな感じがとても好きなんです。で、一方その福島の只見というところは本当に大自然がですね、本当に美しくて、もう壮観ですよね。で、撮影をするときには一生懸命没頭していたんですけれども、撮影しないときに例えばふっと周りを見ますと、わあ素晴らしい景色ですよね。もう心の中からもう本当に感嘆していました。はい、ありがとうございます。ぜひ清原さん、ガンハンさんとの共演の印象、初共演でいらっしゃいましたが、いかがでしたか？はい、そうですね、なんかこう撮影、私はほとんど台湾での撮影だったんですけど、こう台湾で、まあ、約3週間ぐらい撮影をしていて、初めはこう環境に、まあ、慣れるまで時間がかかるかなと思っていたんですけど、ガンハンさんをはじめとするキャストの皆さんやスタッフの皆さんが本当に温かく迎え入れてくださったので、なんか緊張しすぎることもなく、優しい柔らかな気持ちでいつも毎日現場に行けたなと思ってます。ありがたかったなと思ってます。ありがとうございます。撮影がガーハンさんは本作では18歳と36歳を演じられていますけれども、日本でのシーンを先に撮られたので、つまり36歳のジミーのシーンから撮られている。日本で先にご覧になった方、同じ人が演じていると気がつかなかったとおっしゃる方もいるぐらいなんですが、ガーハンさん、今回ジミーを演じられる上で役作り、どういった工夫をされたんですか？因为其实这一次除了有些表演要讲日语之外，那虽然说之前有演过跨年龄的表演，但我觉得36岁对我来讲，虽然靠我年纪很近，但它还是有一定的难度。但我会现在的心境比较靠近36，所以我觉得稍微可以想象得到，如果我两年过后扮演居民这个角色会是一个怎么样的状态。那18岁的话，我觉得对我来讲反而是一个挑战，因为之前虽然有演过类似的角色，也是年轻人的心态，但是这次就会想说要怎么样诠释出一个更不一样的高中生也好，或是一个年轻的心也好，所以在这方面就下了一些功夫，也思考了一下这样。まあそうですね、以前も実は2つの年齢層、まあ、同じ人役柄なんですけれども、やったことがあるんですが、まあ、36歳のこの年齢というと、どちらかというと今の自分には非常に近いわけなんですよね。その心境もそうですし、そうすると、まあ、2年後の自分はどういうふうになっているのかなということを想像しながら、まあ、もちろん多少難しいところもあるんですけれども、まあ、この想像しながらジミーを演じていたわけなんですが、一方18歳のこのジミーというのは、これは非常にまあチャレンジになってくるわけなんですね。で、以前も18歳の若者を演じたことはあるんですけれども、ただ今回は全く役柄が違うわけですので、そうするといかに前やったことのある役柄と異なるその高校生あるいは若者の側面を、まあ、演技通して見せることができるのか、その辺はですね、じっくり考えながら、まあ、役作りに取り組んでいました。ありがとうございます。藤井監督は今回ご一緒されていかがでしたか、グハンさんと？そうですね、初めて台湾で簡単なこうディスカッション、面接じゃない、面談みたいなのをさせてもらった時からも、あ、彼なら18歳、36歳はできるかもしれないっていうところと、やっぱりその自分が書いてた時のジミーにすごくこう重なる、静かさの中にこうパッションがあるような、そういうグアンハンからそういう感想を受けたので、楽しみにしていて、そして上がってみた、一緒に芝居を作っていく中でこんなに
もうなんていうんですかね、18歳と36歳でいろんな変化を見せてくれて、完成した時にやっぱ自分が一番感動したのを覚えてますね。ありがとうございます。清原さんにもちょっと役柄について伺いたいんですが、脚本を読まれて、はい、アミをどんな風に捉えて演じられたんですか？そうですね、藤井監督とは今回が3度目でご一緒させていただきたのが、前作と前々作との役のイメージとは打って変わって、今回はこう明るく朗らかな女性像かなと思ったので、まずはそこのなんか感情表現みたいなところの軸をしっかりと持ってないといけないんだろうな、はつらつとした雰囲気難しそうだなってなんとなく緊張したのを覚えています。どちらかというとこれまでの、まあ、デイ・アンド・ナイトですとか11番明るい屋根ですとか、そういったところのこう性格の方がご自身に引き寄せやすかったみたいなところはあるんですか？どうなんですかね、わからないですけど、今回のさ、このアミちゃんという役はでも演じていてすごく理解もできたし共感もできたので、毎日あ、そうだよね、アミだったらそうするよねと思いながら現場に入れたのはすごく幸せなことだったなと思います。ありがとうございます。そして先ほどもお伝えいたしましたが、3月14日から台湾で公開されまして、初週末の新作ランキングで第1位を獲得しております。大ヒットしているわけなんですけれども、ここから、香港、シンガポール、マレーシア、韓国などアジアで10以上の地域で公開が決まっているんですが、皆さんにこのたくさんの地域で公開されるというご感想についても伺いたいんですが、グアハンさんはいかがでしょうか？就觉得非常非常的荣幸，因为其实真的很兴奋，这次可以跟这么优秀的日本演员群，还有这么优秀的导演，甚至是摄影师，一起拍出一部很棒的作品。那其实都是一直保持着这样的心情，不管是在拍摄的时候，还是是现在宣传的时候。所以如果就是真的在这么国家上这么多的地方上映，会觉得真的是觉得非常开心。まあもちろん大変光栄に思います。まあつまり今回私たちは日本の素晴らしい俳優陣、そして監督、まあカメラマン、現場のスタッフの皆さんと一緒に本当に力を入れて、このような素晴らしい作品をまあ作り上げたわけなんですよね。このような素晴らしい作品はアジア各地で公開されるとなりますと、本当に私は嬉しいと思います。まあ、もちろん撮影の時もそうなんですけれども、例えば今宣伝プロモーションに臨んでいる時もいつも同じ気持ちで、まあ一生懸命やりたいと思っております。本当に今回は大変嬉しいと光栄に思います。ありがとうございます。清原さんはこのたくさんの地域で公開されるというのはいかがでしょう？そうですね、緊張します。なんかでもやっぱり映画は、世界共通の文化だと思うので、たくさんの方々にこの作品が届くことを今はただ願ってます。ありがとうございます。監督にもぜひこの各地で公開されることについて伺いたいんですが。そうですね、お話をもらった時からやっぱりそれが目標の一つでもあったし、なんかこの映画が一つのテーマが旅みたいなところがあるんですけれども、この映画が旅をしてくれてる、アジア各地にそのこの一本の映画が届いてくれるっていうこと自体がツアーのようで、なんかそこになんかいろんな感慨深さを感じます ね。各地を映画が旅しているというお話は、先ほどガンハンさんも台湾に皆さんが公開時お越し になって、そして逆に今自分が日本にいてという話でもありましたけれども、台湾でのお客さんの反応というのはガンハンさんどういったご意見、ご感想がありましたか？目前听到的消息，身边的朋友说都说是蛮好看的，就是非常好看。那希望这个好的口碑一直可以在台湾继续传下去，这样子。まあ、今聞いた話ではですね、見た観客の皆さんは大体とても見応えがあって素晴らしい映画だというふうに評価してくださっているんですが、まあ、これが口コミとなってどん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 広まっていくことを願っております。ありがとうございます。清原さんはどういった反響を受け取りましたか？
もう本当にすごかったですよね。台湾の皆さんのこの熱が、なんかこの作品を楽しみに、すごくすごく楽しみに待っていてくださったんだなっていうことが、もう体感できるような感じだったので幸せでした。そんなに監督わーっと結構分かりやすく反響があったわけですね。そうですね、日本と台湾のその一番そのなんていう舞台挨拶の違いみたいのがあるのが、まあ、みんながこう写真を撮ってくださったりとか、あと Q&A のコーナーがあるんですけど、もう何か質問ある人だって言った瞬間に、そのなんか学校みたいにみんなはい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 ってこう手を挙げて、で意外とそのみんなグアンハンにだけの質問かと思ったら、そのチャンチェンだったりカエちゃんだったり、いろんな人にこの映画をそのどう見たかとか、そういう感想を作ってる我々とこうシェアしたいみたいな、そういう熱量がなんかすごく観客へ の, そのなんかリスペクトもすごく増えましたね。そうですか。ガンハンさん、このお客さんの熱量というのは割と台湾の方は普段舞台挨拶をしていても高いと感じられますか？はい、はい、因为可能台湾的人们就是比较有会比较喜欢招呼别人，对，就是会照顾别人这样子。まあ、そうですね、台湾の人々は非常に情熱的ですので、とてもお客様をもてなしするのが大好きなんですね。多分そういったところから来たのかなと思います。对，就是所以可能是从到越南部的话，就是那个热情会越大这样子。そういう言い方があるんですけれども、台湾の 南へ行けば行くほどこの熱量が上がってくると、そういう言い方があります。ですか。そう考えると日本のお客さんはもちろん心の中はホットでも、あまりわっと出す方がそこまで多くないかもしれないので、この後の舞台挨拶でもし静かでも安心してください。心の中はとても熱い方が多いです。ありがとうございます。はい、さあ、そしてぜひ台湾と日本で撮影されたということで、その撮影で印象に残っていることも伺いたいんですけれども、ガンハンさん、台湾では雪を見る機会が少ないと思うんですけれども、雪景色の中での撮影はいかがだったでしょうか？就是真的是发自内心的赞叹了，然后我觉得在拍摄的时候也非常特别，尤其是在火车上拍摄的时候，因为其实雪景可能有几幕只是在电影上面呈现，但其实沿路上的所有的风景都非常漂亮。有时候没有拍摄的时候，可能在等的时候，很多工作人员就会在旁边拍照这样，因为实在是太漂亮了。然后那一段其实印象也非常深刻，因为拍摄的时间也受限，所以很多时候只有一些些的机会可以拍摄，然后上来的人，上来的演员可能真的到一个点之后他就要结束他的表演，然后下车，所以我觉得这是一个很有趣的拍摄经验，然后觉得很像在拍一部纪录片的感觉。まあ、そうですね、この景色はもう本当に心からですね感心しました。本当に素晴らしい、美しい、感嘆していました。で、まあ、撮影の時は、まあ、電車の上で撮ったわけなんですよね。まあ、実際この映画スクリーンの上で皆さんがご覧になるこのシーンの中で、この雪景色の場面は、まあ、そんなに多くはないかもしれませんけれども、実際撮影現場ではそんなもんではないんですね。もう本当に壮大な雪景色で本当に美しく、だから撮影がない時には周りのスタッフ、我々もそうなんですけれども、携帯を出してカメラでパチ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 この美しい景色をいっぱいいっぱい撮りました。まあ、今回のこの撮影の経験は私にとっては非常に得がたいというかありがたい経験なんですけれども、非常に印象深かったのはこの撮影の期間というのは、特にこの雪景色の場面なんですけれども、非常に時間がまあ限られていて、でしかも電車の上での撮影ですので、この登場する役者もこのシーンしか出ないという役者もいるわけなんですので、そうすると登場して撮影して終わったらまた帰るという、そういう短い期間の中で、限られた時間の中でこのような経験をしたというのは、なんか監督はですね、このフェイクドキュメンタリー映画を撮っているんだなという印象は受けました。
本当に走っている電車の中で監督撮られたわけですもんね。このフェイクドキュメンタリーを撮っているようだという表現はいかがですか。そうですね、途中で浩二、道枝君演じる浩二とお別れするシーンとかは、それこそグアンハンもよく言ってるんですけど、そのまま僕らはグアンハンを撮ってるんで、ジミーを撮ってるんで、そのまま電車に乗って、本当にそこで道枝君演じる浩二はバイバイと言って、僕らはそのまま再会せず、さよならというで、多分最近再会してっていうのも、なんか一個のなんていうんですかね、電車で映画を撮るその制約の中にロマンがあって、ドラマティックな経験が作り手としてもできたなと思ってます。ありがとうございます。清原さんもぜひ撮影中で印象に残っていることがあったらお聞かせください。撮影中で印象に残っていることはご飯です。ご飯が美味しかった。日本だと大体お肉かお魚かっていう、こう2種類ぐらい用意していただくと思うんですけど、台湾は朝昼晩、まあ時に夜食まで本当に 7,8 種類ぐらいのバリエーションをお弁当にあって、それはなんかやっぱ日本にはない文化だったので嬉しかったですし、しかもあったかいんです、ご飯が。毎日ご飯のことを考えながら撮影していました。ありがとうございます。ガハンさん、それは台湾では当たり前のことですか？何種類もご飯があってあったかいっていうのは。はい、はい、就是大概基本的都会至少会有可能五六种。因为可能有时候现场工作人员有些人要是吃素的或者吃肉的，对，所以会有比较多种选择这样子。まあそうですね、大体 7,8 種類は一般的なんですけれども、まあ少ない場合は最低でも 5,6 種類はあるはずなんですが、まああともう一つ理由がありまして、現場のスタッフの中で例えば精進料理しか食べない人、あるいは肉食の人もいるわけですので、まあ、そのためいろんな種類があるんですね。監督、ところ変われば撮影現場の、ね、環境もだいぶ違うんだなというのを実感しますが、監督は撮影中印象に残ったこと、どういったことがありましたか？やっぱり僕たちその監督としてまず必要なものっていうのはコミュニケーションの伝える力だったり、まあ、やっぱ言葉なんですけれども、今回はその言葉が通じない中でスタッフをどう導くか、どうその自分が求めている世界にその導くかということをすごく最初は怯えてたんですけども、やっぱり言葉をそのが違うからこそ分かり合おうとする濃度というかがすごく強くて、そしてその通訳の人たちが多分僕たちのやりたいことを最大限に理解してスタッフに伝えてくれるっていう、時間はもちろん倍かかってしまうんですけども、その理解の中に本当にこう濃度みたいな濃密さがすごく強くて、そこがすごくなんていうんですかね、映画ってやっぱり言語を超えた素晴らしいものだなっていう楽しさを再実感できたことと、あとは今回のスタッフはほぼメインスタッフが30代のスタッフが集まってくれて、みんなでやっぱり18歳の時を思い出しながら喋ったりとか、なんかこうなんていうんですかね、映画を作るって仕事だけれども楽しんだっていうことをなんか再認識できる時間でしたね。ありがとうございます。清原さんはその言葉をお互い理解をしながら撮影を進めていくプロセスというのはいかがでしたか？どんなことを感じました？そうですね、それこそ撮影が始まる前はどういうふうにコミュニケーションを取っていけばいいんだろうって、なんか漠然とした悩みを確かに抱えてはいたんですけど、実際現場に入ってみると、そう、監督も今おっしゃってたように分かろうとする力がすごくよく働いたというか、お互いにこうなんとか気持ちをこう渡し合うじゃないですけど、まあ、日本語と中国語毎日なんか小さいワードでも教え合ったりとかして撮影できたので、難しいことはそんなになかったなとは思います。ありがとうございます。カハンさんも日本語を清原さんから教わったり、あと黒木さんから教わったりもされたんですか？はい、食べた？あ、食べましたか？おはようございます。おざず、おざず、あざず
ありがとうございます。大概差不多就這樣。大体以上でございます。先让我脑袋转一下，可能要再想一下。もうちょっと考えたら出てくるかもしれません。すみません。あのアザースはよく藤井監督から聞くなと思って、今藤井さんからなのかなと思いました。アザース、はい、藤井さんですよね。はいはい、やっぱり、はい、そうですね。ありがとうございます。そんな藤井監督ですが、あの先ほど冒頭にもお伝えした通り、初めての国際プロジェクトということになります。ご自身ではその監督としての第2章の始まりというふうにもお話しされておりましたが、どういった思いでこの作品に取り組まれたんでしょうか。そうですね、今まではやっぱり、まあ、20代必死に売れたいなとか結果が欲しいなと思ってったり、そういう時代があったんですけれども、なんかずっとこう国内で国内の人たちに見てもらうために映画を作ってきた気持ちもあったんですけれども、ただより自分たちがもっと海を越えて、アジアツアーと言いましたけど、自分たちの作品がもっと見てもらうにはどうすればいいんだろうってここ数年考えていて、でそのやっぱりその時に待ってちゃダメだなと思って、あの自分から台湾に営業に行ったりとか、チャンスを欲しいんですってあのプロデューサーの人たちとミーティングをしたりしている中で、今回ロジャー、そしてチャンチェンがチャンスを僕にくれて、この世界やっぱり動いてみたら何か変わるんだなっていうなんか決心が今回さらについたなと思ってます。でやっぱり自分が一映画人、日本の映画人の一人として、あ海を渡るあのたくさんの地域の人たちと映画を作るっていうのは難しいようだけど、その勇気を一個振り絞ってみるとすごく幸せな世界で、映画の楽しさがさらに広がるんだよっていうことを自分がもっともっと伝えていければなっていう決心の一作になったなって思ってます。ありがとうございます。さあそして続けてあのまた監督に伺いたいんですけれども、本作は人生につまずいたジミーの時間を動かしたのがアミとの初恋の記憶だったわけですよね。18年前にそのアミが何を考えて旅をしていたかというのを私たちも映画を通して知ることになります。そうするともう一度最初から振り返って、まあ、どういった思いで旅をしていたのか、私たちも一緒に旅をしながら振り返りたくなるというのが本作だと思うんですが、監督脚本で特にこだわったポイントがあったらぜひ教えていただきたいんですが。そうですね、今回いただいたのが原作といってもエッセイ紀行文だったので、どちらかというとそのある種小説の実写化とかとは全く違くて、でもそのジミーさんが書かれたエッセイにやっぱり自分の人生だったり生きてきたものをどう重ねれるかなっていうことが脚本を書く上でのファーストステップだったと思っていて、ジミーさんはと僕はやっぱりその住んでる場所も違いますし環境も違うんですけども、そこにどれだけ自分がたくさんの人にお世話になって支えられて映画を作れてるんだろうっていう、自分自身を振り返る旅っていうものを重ねた時に、あこういうことを言われたなとかこういう人に出会ったなっていうものをジミーの、この旅行というかロードムービーの中に盛り込んで、やっぱり自分がどれだけこうアミっていうジミーとしてアミを愛せるか好きでいれるかっていうことや、そういうことを考えていった時に脚本がこうどん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 立体化されていったっていう記憶はあるんですけれども、やっぱり僕はそのジミーさんからいただいた紀行文っていうものをしっかりどう映画として魅力的に作れるかっていうのを一番大事にしたと思ってます。旅をするということは世界でもね、こう普遍的な、ま、出会いであるとか、その旅路における人間関係というのはいろんな世界で共感を得るお話かなと思います。ぜひね、日本の公開もそうですし、アジアでの公開も楽しみにしたいと思います。ではここからはですね、マスコミの方にマイクを渡しまして、質疑応答の時間にさせていただきたいと思います。なお映画に関するご質問でお願いしております。挙手をお願いいたします。どなたかご質問されたい方はいらっしゃるでしょうか。じゃあ今手が上がりました、そちら私から一番遠いんですけれども、はい、お願いいたします。ありがとうございます。週刊班さんに質問なんですけれども、はい、この映画は先ほどおっしゃったみたいに日本の風景ももちろんそうですけど、台湾とりわけ台南の風景や文化がすごくきれいに映っている映画だと思うんですね。で日頃台湾で活動されている中で、この映画に映っている風景や文化のどういうところを日本の観客に見てもらいたいかということをお聞かせいただければと思います。すみません、媒体名を伺ってもよろしいですか。日本 .com の稲垣と申します。ありがとうございます。
因为其实这次拍摄虽然之前有很多次经验在台南拍摄，但这次还是有到过一些可能之前没有去过的地方，像是里面的观景台，然后有一些夜市我真的是自己也没有去过，所以这次也是很开心可以借由台南的拍摄然后让我到更多的地方，这样里面的观景台虽然它没有这么靠近台南，但是它其实它在高雄嘛，但其实有点靠近台南，那我觉得这也是一个很特别的点。まあ、そうですね、今回台南での撮影なんですけれども、まあ、以前もちろん台南行ったことは何度もあるんですけれども、ただ今回撮影で行ったわけですので、まあ、今まで行ったことのないところまでも行ったわけなんですよね。例えば映画の中に登場したその山の上のあの展望台みたいなところがありますよね。あの夜景がとても綺麗なところ、まあ、あと台南市内の夜市、まあ、実は夜市は台南の夜市は行ったことがなかったので、まあ、今回行くことができてもうすごく楽しかった、嬉しかったですね。でこの展望台のところは実は台南ではなくて台南に非常に近いあの高雄ガオションという町のところにあるんですね。で、まあ、そこも非常にあの台湾のいわゆる台湾南部の景色の一つのポイントになっていると思います。あ、然后除了刚刚提到火车上面电车上面的风景之外，我觉得在阿米的家乡其实没有拍摄到的地方其实真的都非常非常漂亮，就是在旁边的一片湖跟山景很像一首诗的感觉，就是真的是让我有惊吓到，但是是非常好的惊吓，就叹为观止这样子。でまあ、日本の部分なんですけれども、もちろん先ほどあの列車トンネルを抜けるとこの雪景色は素晴らしかったんですけれども、実はアミのふるさとのこの自然の景色ももう大変素晴らしくて、で映画の中ではあの取り入れてなかった部分もいっぱいいっぱいあるんですけれども、もうより美しいと思っていると思います。あの例えば湖があって、その山があって、その遠くから眺めるとですね、もうまるであの歌のように詩のように本当に詩的な異境なんですよね。もう本当に心からあの感嘆していました。ご質問ありがとうございます。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか？他にいかがでしょうか？大丈夫ですか？あ、いらっしゃいました。前の方にお願いします。マイクをお持ちしますので、媒体名とお名前からお願いいたします。エンタメパレスの村上です。週刊班さんに、今回演じられた、役柄と、ご自身の、近い部分と全然逆に、違う部分を教えていただけますでしょうか？我觉得像的地方可能是他36岁的居民可能更靠近我可能内心的世界一点，就是他独自旅行，然后自己去探索他属于他青春的东西。那我觉得在18岁的居民话，因为他其实他的个性让我觉得他有带有一点不确定性跟比较内敛，虽然他还是很有活力的高中生，但可能这方面就会跟我稍微不太一样。まあそうですね、似たところ近いところで言いますと、36歳のジミーは、まあ、ひょっとしたら今の自分には近いかもしれません。まあ、これはあの内面のこの世界の部分を指しているんですけれども、まあ、例えば、旅に出かけるのがあの好きだとか、あるいはあの自分自身は旅を通してまた自分自身を再発見したり、まあ、成長していくとか、そういったところは非常に似ていると思います。で一方18歳のジミーなんですけれども、まあ、考えて考えてこのジミーはですね、やっぱりちょっとどこか非常に若者らしくて生き生きと元気がいいんですけれども、どこかこの不確実性みたいなものを
持っていて、そういった雰囲気があるんですよね。ここはちょっと僕とはちょっと違うところかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしょうか、他にいらっしゃいますか。いかがでしょう。はい、大丈夫ですかね。はい、中でたくさんお話しいただきましたので、質疑応答はこちらまでとさせていただきます。では大変残念なんですがお時間となりましたので、最後にお一人ずついただきたいと思います。お座りいただいたまま、まずは藤井監督からお願いいたします。はい、短い時間でしたが、お話聞いてくださってありがとうございました。5月3日から日本では公開になります。やっぱりこう海を渡った仲間たちと一緒に作り上げた映画が日本で、そしてたくさんの人に見てもらえるように僕らも宣伝最後まで頑張っていきます。そして何度見ても、色褪せない作品になったと自負しておりますので、たくさんの人宣伝等していただけると嬉しいでございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。清原さんお願いいたします。はい、ごめんなさい、清原さん、はい今日は来てくださってありがとうございました。私にとってとても大切なかけがえのない作品になりました。この作品をご覧くださった皆様がご自身にとっての青春だったり初恋みたいな記憶たちを優しく包んで、そしてまた前に進めるようなそんなきっかけになれば嬉しいなと思っています。どうかこの作品をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に修賀藩さんお願いいたします。在日本的朋友们5月3号电影就要上映了。那其实我觉得它看起来虽然是一个青春的爱情的故事，但我觉得它有一个大人的灵魂在里面。那希望看完这部电影的你们可以想一下旅行对你来说是什么，然后希望你们也可以从这部电影当中带走一些属于你们青春的回忆。谢谢。日本の皆さん、この作品は5月3日より日本で公開することになりました。この作品は青春あるいはラブストーリーを描いているものなんですけれども、でも単にそれだけの作品ではないと思います。この作品の中には実は大人の魂が宿っている作品だと思っております。つまり皆さんこの映画をご覧になって、旅とは何ですかと、で旅に出て自分の過去を振り返ってみるとか、そういった機会も提供してくれる素晴らしい作品ですので、ぜひ映画館でご覧ください。ありがとうございます。改めまして修賀藩さん、清原果耶さん、そして藤井道人監督にお越しいただきました。改めて大きな拍手でお送りください。記者会見以上となります。ではステージから見て右の方、ちょっとライトが眩しいんですが、ライトの横のあたりも見ていただいてよろしいでしょうか。希望你们也看一看舞台的就是右方后面，它灯光可能很耀眼啊。もう少しください。よろしいですか。はい、ありがとうございます。フォトセッション以上になります。さあ、では。前のですねパビリの位置にお戻りいただきまして、お一方ずつまずはお集まりの記者の皆さんにご挨拶をいただきたいと思います。役柄をご紹介させていただきます。